新木とトーマはリアルな友達にいてほしい。トーマは新木はなんか人生退屈しなさそうだからわかる。トーマは料理うまいから、あの性格がいいのは間違いないわ。いや最近ねデートイベントちゃんと進めるようになってさ、トーマのデートイベントやったんやけどさ、全部終わらせてないよ。いやーよかったね。ちょトーマがまさかアイテムくれるとは思わなくて、ちょっと思い出の品だわ。これなんだっけ、これあれか、上から2個目か。トーマの お試しもあるもんな。いや性格いいよな、ねぎってくれるよ。みんなは俺が守れ。ねぎり目的じゃないやろ。ネルメロさん的にやった中で一番良かったデートイベントある？どれやろう。いやでもまだこのここまでしかやってないからな。サユのデートイベント良かったな、おもろかった、うん、あともノエル・バーバラはもうただただ可愛い。ちょっと平蔵とかでゴロとかやってないからさ、ここら辺もちょっと楽しみにしてるわ。ちょっと1日1個ずつ終わらせるのを目標にして。サユ良かったな、これよね、これよね。ツイッターでリプみんなから会ってもらったけど、サユちゃん何歳だ ?18 歳、20歳確かそんなぐらいなんやけど、ちょっとね歪むな。運気やばい。あ、じゃあ早くやるわ。いやなんかデートイベントやってたらさ、アチーブメントめちゃくちゃもらえるじゃん。なんか増えてきたわ、700超えて今714ですね。デートイベントやったらエンディング全部見たらもらえるアチーブもあるし、ねえ、まあ一人につき大体 2,3 個ぐらいアチーブあるから、それが結構でかくてね。これもアチーブ800目標にして頑張るか。いや明らかにさ、他のプレイヤーと共にライオンゴンギンを倒す、無双の水を倒す、宿女を倒す、黄金王子を倒す、遺跡サーペント、マッシュラプトル、こんなインキャやからやん。こんなんやろうと思えばすぐやしね。アチーブやるか。うん、アチーブ梅梅配信良さそうやな。800いくまで終わりませんとかね、きつそうやが。今888までいけるみたい、すごいね。888、私714やが、まあ埋める気がないって言ったらそれまでなんやけど、明日それでいこう。なんかあらんなら全員見つけるやつもやりたいんよね。あ、行ったからには命かけろ、やめてください。ペロペロペロ、はい感謝。なんかもうスパチャが三面アシュラ像って恵方巻きどうやって食べるんや。 PS イエラン楽しみだね。なんかスパチャがさ原神関係ないんよ。どうしたもんかな。まあ別にいいけどな、まあなんか自由やな、まあ、みんな好きに使ってください。ありがとうございます、コメントしていただいて。わあわあわあ、ええわ、ええわ。300時間ペナルティーからたおやすみボイス中大、おやすみ。一突したおじさんの少様見てほしいな。少様使ってる人多いから見てほしいって言われても、ちょっと見てもなんか面白くないな、ごめん。なんかちょっともっとおもろい方とかだったら見るかな、興味そそられるような内容なら。今日進路決まったので友達と学校に顔出しに行ったら、後輩全員にタメ口にで舐められに舐められた。知らんがな。え、別に後輩がタメ口だからって何とも思わなくない、うん、1年早く生まれたぐらいで何とも思わんけどな。あれかな、私が1回浪人したからかな。1個下の後輩ぐらい浪人してたりしたら、別にそんなんすぐやし、あんまそれでカッカしない方がいいと思うよ。舐められてはないと思うけどな。ナキーダの母性に包まれてバブりたい。ナキーダいいよね。なんか私最近なんかね、ツイッターでナヒーダとスカラマシュが、フォロー者が仲良くしてるやつをね、なんか漫画形式のやつよくいいねリツイートするんですけど、いいなーって思うわ。ナヒーダがママで、スカラマシュがちょっと反抗期だけど懐いてる感じが個人的にはたまらんです。私の太ももよりファルザンの脇の方がいいの？いやー、さすがにフータオの太ももの方がいいかな。いやでもファルザンの脇は強いな。いやファルザンの脇は好きっすね。いや浮気とかじゃなくて、しれっと童貞を殺すセーターを着ているコレイちゃんもいいぞ。それで思った、童貞を殺すセーター、童貞を殺すセーターってどういうの。縦にさ筋の入ったセーターやんな。やばいけどな、後ろが柄空きだから。コレイの着てる服も結構やばいよね。いや、この服をつけてくれた人に感謝だわ。誰か選んだんだ、ティナリか、セノか、アンバーかな、アンバーかな。いやー、いいっすね。原神の世界に生まれたいわ。エプロンじゃん。いや、そう。
なんか前方はちゃんと服って感じするけど、後ろ見たらうわってなる。これじゃんエプロンじゃない。excuse me?